今年最初の世界タッグ選手権試合、試合時間は25分を超えています。川田の岩石落とし、ジョニーエースにお見舞いしました。現在チャンピオンの小橋エース組、これが初防衛戦ですが、終始をしているのはチャレンジャーチーム、そして川田田植え組であります。横浜文化体育館、小橋がエプロンサイドで捕まっている。その段階フリーフォール、のど輪落としを受けてしまうと危ない。そののど輪落とし、場外に放っていきました。田植え、チャンピオンピンチ。小橋健太完全に障害で、グロッキー仰向けにダウンしています。このエプロンサイドからの断崖のロア落とし、小橋の表情を見てもほとんど意識はありません。チャレンジャーチーム田植え、そして川田、押しに押しています。去年の世界最強タッグ決定リーグ戦では、川田田植え組2連覇を達成いたしました。去年の10月、おっとカバーに入った、小橋返せるか、おっと返しました。カウンター2、世界タッグチャンピオンとして臨んだ世界最強タッグ決定リーグ戦、優勝戦に進むこともできませんでした。小橋エース、98年最初の世界タッグ選手権試合、初防衛戦、非常に苦しい試合を、非常に苦しい立場に追い込まれています。さあまたノルア落としの体勢だ。エプロンサイド、これは小橋なんとか意識朦朧ながら、おーっと危ない、なんとかロープにつながりました。あーノル落とし、もう一回カバー、カウントはエースのカットです。ハイキック、そしてラリアット、エースを投げ倒しました。川田、場内からはチャレンジャーチーム川田、そして田植え組に声援が飛びます。しかしチャンピオン小橋、あーっとダブルのハイキック、串出し式、小橋が前のめりに倒れていきます。起き上がれません。小橋、さあ合体攻撃、パワーボムとのど輪落としか、チャレンジャーチームの合体攻撃、さあカバー、エースカットです。障害から戻ってきましたエース、去年のスーパーパワーシリーズで、おっとコブラクラッチスープレックスに入ろうというところ、エースが捕まった、これは投げ倒す、しかしハイキック、これも捉えた、エルボーだ、そして今度はキック、そして野沢落としはサウスポー、ジョニーエースの古軍奮闘も及びません。試合時間30分を超えました。30分を超える死闘です。今年最初の世界タッグ選手権試合、小橋エース組の初防衛戦、川田田植えがこの防衛戦をチャンピオンを倒してタイトルを取りますと、史上初の5度目の体感になります。のど輪落とし、一発、おっと、もう一発か、小橋これを耐えます。手先のチョップ、あーしかし川田が入ってきた、チョップで対抗する、エルボー、しかし危ない、背後から田植えが迫る、ジャーマンスープレックスホールド、小橋が投げられました。エースがなんとか小橋をサポートしますが、しかしこれも田植えが桁をしています。さあ最後は田植えがジャンピングパワーボムを持ってくるか、とどめを刺すか、田植え上がった、ジャンピングパワーボム、小橋返しました。しかし劣勢は変わりません。小橋チャンピオンチーム危うし。さあ田植え、青コーナーのトップから股間田植えが飛んできます。小橋朦朧とした意識の中で立ち上がる、そしてトップには田植え、田植えどうする、ジャンピングキック、小橋を倒しました。新チャンピオン
チャンピオンチーム初防衛失敗。第35代世界タッグチャンピオン誕生です。